本田君。本田平直です。衆議院の規則が改まりまして、質問中のタブレットの使用も許可をされてましたので、理事会の許可を得て、少し紙の資料と同時にタブレットも使いながら質問させていただきたいと思います。前回のちょっと追加なんですが、天下り、防衛省の天下り斡旋事案、今年発生をいたしました。それについて、追加で質問したいと思います。前回、ちょっと数字がたくさんあったんで、私からも言いましたが、せっかく調査をしていただいた衆議院の安全保障調査室、当委員会の委託を受けて、依頼を受けて調査をしていただきましたので、改めて結果をご報告いただけますでしょうか。衆議院奥安全保障委員会専門員。ご指摘の予備的調査は、平成26年成立の自衛隊法改正法の施行後の自衛隊員の再職事例のうち、社会性上の自衛隊法において原則禁止されていたもの、すなわち離職後2年間の離職前5年間に契約関係などにより防衛省と密接な関係にある営利企業体への再就職に該当するものについて調査を実施するものでございました。調査の概要を述べさせていただきますと、平成27年10月1日から令和元年12月31日までの間の自衛隊員の再就職事例のうち、調査対象となったのは936件、うち営利企業体への再就職は633件。この633件のうち、防衛省との密接な関係に該当する営利企業体へのものが487件、再就職全体936件に占める割合は 52%。 営利企業体への再就職633件のうち、防衛省との密接な関係に該当しない営利企業体へのものが146件、再就職全体936件に占める割合は 15.6%。 そして営利企業体以外への再就職は303件、再就職全体936件に占める割合は 32.4% でございました。大変調査ありがとうございました。天下り規制が変わる前のルールで言えば違法であるような密接な関係のある営利企業への天下りが、936のうち487、これは天下り法が改悪、私から見ると改悪なんですが、されて、現在は合法とされたと。しかし前回処分を受けた天下り事案、今回処分を受けた天下り事案のうち、密接な関係のある企業に、今回のこの、調査に該当する件数は何件ありました、大臣。岸防衛大臣。お答えいたします。陸上自衛隊の再就職等規制違反の斡旋を受けた将官25名のうちですね、予備的調査において密接な関係にある企業に再就職したものは14名となっています。本田君。今回ですね、斡旋を受けて、つまり斡旋がないから OK だと言ってたわけなんですが、斡旋を受けて密接な関係の営利企業に天下ってた人が25名のうち14名もいたと。これ本当重要な事実なんでですね、しっかりと反省をしてほしい。でさらに今回調査室さんに調査をしていただいて明らかになったのは、この密接な営利企業に天下っているだけでも私は問題だと思うんですが、顧問という役職、これ、どれぐらいいらっしゃいますか。衆議院奥安全保障委員会専門員。防衛省と密接な関係にある営利企業体に再就職した事例487件のうち、再就職先における地位の記載欄に顧問の表記があるものは、技術顧問など他の文言があるものを含めまして205件 42.1% でございました。ちなみに調査対象となりました再就職件数936件全体で見ますと、再就職先での地位が顧問であるものは272件、 29.1% でございました。本田君。大臣、再就職先から元の職場に働きかけをしたら違法行為になる場合がたくさんあるんですね、法律で。場合によっては犯罪になります。不当な働きかけをしたら。きちんとした仕事があるんだったらまだしも、顧問っていうのがどういうことをしてるのか、しっかりね、これ、働きかけが行われてないって言えますか。これだけ数百人、5年間で数百人顧問になってるんですよ。密接な関係のある会社に。働きかけをしてないって本当に言えます、堂々と。元の職場に。岸防衛大臣。各企業でですね、顧問という肩書きで入った方でも、ちゃんとした仕事といいますかね、それにふさわしい、仕事をされている方はたくさんおられるというふうに思っております。これは企業の、それぞれの企業の問題ですので、
一概に申し上げることは言えないと思うんですけども、いずれにいたしましてもその隊員が在職中に培ったですね、専門的な知識や経験などを生かして企業に再就職することはですね、これはまあ隊員が誇りを持って職務に精励できるというようにするためにもまあ重要であると、こういうふうに考えています。企業側にとっても、まあ、隊員が在職中に培った専門的知識を生かしていく、このことは意義があるものと思っております。問題とされるのはですね、やはりその予算や権限を背景とした、再就職の斡旋、や要求、官民の癒着につながりかねない隊員の OB の隊員の OB の口利きですね、いわゆる、等の不正な行為が、でそのことが問題であると、こういうふうに思っています。再就職等規制についてはおいてはですね、公務の公正性を確保するために一般職の国家公務員に適用される規制と同様に、他の隊員や隊員 OB の再就職依頼情報提供等に対する規制、そして在職中の利害関係企業等への給食の規制、そして再就職者による契約等に関する働きかけの規制、まあ、こういったことを行うこととして、加えて内閣府再就職等監視委員会及び防衛人事審査会による厳格な監視を行うこととしておるところでございます。予備的調査の結果、防衛産業への再就職も確認されておりますけれども、すべて現行の厳格なこの再就職等規制制度に基づいて行われた適切なものと承知をしているところでございます。防衛省から企業側への発注についてもすべて法に基づいて行われた適切なものと承知をしているところでございますが、まあ、いずれにいたしましても今後ともですね、自衛隊員の再就職等規制については防衛省自衛隊に対する、まあ、国民の信頼を損ねることのないように組織を挙げて徹底して取り組んでまいりたいと考えております。本田君。まあ、私今回ね、調査室さんに調査いただいて、そのまあ天下りの数、営利企業への天下りの数もびっくりしたんですけど、特にこの顧問の多さにやっぱり驚きました。今大臣ルール答弁されましたけど、働きかけなどの事案がね、起こらないようにしっかり監視するのは大臣の役目ですので、しっかりやっていただきたいということを申し上げておきます。これだけ多いといろいろ疑念を感じざるを得ないということを指摘させていただきます。さて、今話題になっているイージス・アショアの後継策について質問をします。私の立場をまず言っときますと、私、イージス・アショアが頑張ってる頃から、イージス艦だけでいいと、ミサイル防衛、いろんな問題ってある、これから北朝鮮のミサイルが進化していくと、なかなか全部は撃ち落とせない、まあ、しかし、今あるイージス艦8隻で頑張ってる程度のイージスミサイル防衛組織の能力はしっかり持つべきだということには反対をいたしておりませんし、逆に弾数の問題など、積極的に応援をしてきたつもりです。あれで大体十分だから、イージス・アショアまでいらないんじゃないかというのが私の立場でしたので、実は皆さんの議論に乗っかるつもりはなくて、後継策なんかいらないというのが私の立場です。今の8隻体制をしっかりと充実させることで、ミサイル防衛を維持していくというのが私の立場ですが、まあ、今回出てきている話がいろいろおかしいので、質問をさせていただき、皆さんの土俵に乗っかって少し質問をさせていただきたいと思います。今、中間報告、皆さん、ナンバー3という紙を、1ぐらい見てください。ナンバー3という紙を、持ってきました。これで与党にもご説明をしたそうであります。一番右側にイージス・アショアの費用が載ってて、一番左側に今、与党ではこれになりそうだという話になっているプラン A、マヤ型ベースで、やると、2隻のイージス艦を新しく作ると、なぜかレーダーは変えないんで、それに合わせて、船を変えるという話らしいですが、私はこれ、まあ、あと年末までにこんなね、巨額の話を、この短い期間で、我々にも説明ないまま決められたら困るんですね。日本学術会議の話でさえ、まあ、10億使ってると言って、菅総理はあれだけギャーギャー言ってるのにですね、2400億円ということは、これ、大臣、普通の今まで使ってるマヤは大体1700億円ですよね。
これ、大体700億円も、まあ、今まで使っている前方より金額がアップするということでよろしいですか。岸防衛大臣。委員、まずですね、与党の自民党への説明でございますけれども、今の時点で、どれかに決めたというものではなくて、先般 の、 その調査の結果をについて、まとめて、検討した結果について、ご報告をしたと、こういうところでございます。本田君。プラン A を採用した場合、今まで普通に使っている前型よりは700億円高くなるということでよろしいですか。ちょっと時計止めていただいていいですか。時間短いんでお願いします。はい。岸防衛大臣。ちょっと速記を述べてください。起こしてください。岸防衛大臣。失礼しました。ここに記されている、マヤ型のケースであれば2400から2500ということですけれども、これはあくまでもそのいわゆる導入コストに当たるものでございます。これまでもその購入してきた、維持最小なケースにおいてすで、に契約をしてきたその部分を含めての数字ということでございます。なんだか分からないですけど、お答えにならないんで、今使っている前型は1700億円なんですよ、導入コスト。それが700億円アップするで。それだけじゃなくて、自民党の皆さんによく聞いてほしいんですけど、皆さんの部会に出た紙には、維持整備費は書いてないんですね。しかしで、維持整備費が問題なんですよ。皆さん、これ、ナンバー2の紙見てくださいよ。ぜひ、1ぐらい見てくださいね。これね、この資料は、まだイージス・アショアが生きてた頃、イージス、アショアの方がいいんだよと、イージス化にすると高いんだよって言ってた頃には、こういう指定数字がちゃんと出てたんですね。もちろんね、いいですか、7000億円、ライフサイクルコスト30年でかかるんですよ。いいですか、これ、このぐらいの数字ね、もちろん変動するんですよ、どんな機種を入れるか、どういう設計にするかで。しかしですよ、与党にこの数千億単位、10億の学術会議にね、10億使ってるからってケチつけてる時代に、このいいですか、次のナンバー3のイージス・アショアのプラン A 型、米印2ですよ、米印2、これ、保険会社のなんか見えない約款みたいな風にね、こんな巨大な費用を書かれたら困るんですよ、米の2、搭載装備品等が確定していたため、代替案に変えて精緻な金額を試算することが困難であるため。これ誰も1億単位で出せって言ってないんですよ。いいですか、旧来型のマヤ型の試算でさえ、ナンバー2の紙で7000億かかるんですよ、30年で。これね、静かにしてくださいよ。要するに、いいですか、大臣、この試算に基にすると、このマヤ型プラン A というのを採用したら、船の導入コストがまず700億円アップするんですから、2隻買ったら1400億アップするんですよ。つまり、最低でも今のマヤ型のライフサイクルコストは7000億っていうのは前回の試算で出てるんですね。大体でいいんですよ。しかし、この大体の数字も出さないで、与党審査も減ったくれもないですよ。いいですか、最低でも7000億かかるところに、船の値段、導入コストだけで、いいですか、700足す700、1400上がるんですよ。つまり、大臣いいですか、このプラン A 型って何気なく出されてる案は、30年間で最低でも8400億円かかる、そういうプランだってことでよろしいですね。岸防衛大臣。配備プロセスを停止する以前においてですね、海上自衛隊の最新のマヤ型のイージス艦2隻の取得および30年間にわたる維持運用費などに要する経費は約7000億円、こういうことで見積もっていると、こういうことで説明をしてまいりました。これはイージス・アショアの代替としての前型という意味ではなくて、
いわゆるマヤ型のイージス艦という意味でございます。他方ですね、今般の中間報告を受け踏まえてお示ししたイージス昭和の代替案の1機あたりの総経費につきましては、導入コストについてはあくまでも仮の要求性能を設定して試算することで、経費の規模感をお示ししたところでございます。示してないじゃないですか。必ずしも今回お示しした4つのプランの中から選んで事業化するというわけではなくて、30年間の維持経費、維持整備費等については搭載する装備品の細部の使用や運用の形態等さまざまな要素を検討する必要がありました。まあ、このためですね、現時点で精緻な総経費を示することは困難であると、こういうふうにお話ししたわけです。そのためマヤ型イージス艦の2隻のライフサイクルコストと今回お示ししたイージス昭和の代替案の総経費を比較するということは困難であると、こういうことでございます。まあ、いずれにいたしましても厳しい財政事情も踏まえつつ、運用構想や要求性能の細部の検討を通じてイージス昭和の代替案の総経費を精査してまいりたいと考えております。本田君。ですね、くどくど話しましたけど、アショアやりたくてイージス艦が高いっていうときは数字を出して、今度イージス艦を導入したいっていうときは与党の会議にも、あらあらのこれ7000億よりバージョンアップするのが高くなるでしょ、こんな数字も出さないで年末までに議論をするなんて私は全く納得いきません。そもそも異常にですね、この日程感がタイトすぎますよ。これだけの金額のものを導入するのに、なんで2、3ヶ月で結論出さないといけないんですか。それともう一つ、これ勝手にですね、レーダーはスパイ7って決めてるんですけど、一応ですね、まあ、防衛省の方々は自信満々にスパイ6よりスパイ7の方がいいっていうことを何度も何度も私たちにおっしゃいますけど、私もね、説明聞くとそう思うんですよ。だけどね、参議院の外部を行くとね、自衛隊出身の佐藤正久先生がね、おかしいって暴れてらっしゃるんですよね。で、与党の先生も説得しないわね。ここの横にいらっしゃるね、長嶋昭久先生もこの部屋で何度も、いやー、このちゃんと比べた方がいいと。せっかく辞めたんだったら、で、運に出すんだから、もしかしたらスパイ6の方がいいかもしれないじゃないですか。きちんと、この比較表にこのなんだかわけのわかんないプラン B、C、D とか出すんじゃなくて、与党内でも疑念のあるスパイ6との比較、もう一回やられた方がいいんじゃないんですか、これだけ巨額のものをやるときに。それで自信持って提案してもらえませんか。岸防衛大臣。先ほどのですね、総経費の件についてですけれども、その中間報告等を踏まえますと、導入を予定していたイージス昭和の1機あたりの総経費についてはですね、導入コストはこれまで説明してきた本体価格取得経費の約1260億円に、船舶やリグといった比較対象を踏まえて、特定の配備地を前提としない形で試算した施設整備費や警備関連装備品、通信機材等の取得を要する経費を合算した約2000億円を試算してお示しをしたところです。合計、現時点で判明している30年間の維持経費、維持整備費等を、ね、いやいや、先ほどのことについてです。どっちが高いかというようなお話のところですね。で、ただ、これらについても現時点で判明している経費等に基づく試算であります。必ずしも精密な総経費とはならないことをご理解いただきたいというふうに思います。イージス昭和の代替費も、本年末まで決めるのは拙速ではないかと、このような お話もございました。まあ、我が国の取り巻く安全保障環境を考えますとですね、非常に、厳しいものがあると。まあ、一方でですね、その軍事技術の進展に伴う多様な軽空脅威が顕在化をしています。そうした状況の中でですね、イージス昭和の代替案と抑止力の強化については、
菅総理が所信表明の演説で述べられた通りですね、9月11日の内閣総理大臣の談話を踏まえてしっかりと議論をして、あるべき方策を取りまとめていきたいと、このように考えておるところでございます。まあ、今、引き続きあるべき方策を示せるように、鋭意検討を進めているところでございます。スパイ7、はい、スパイ6は、まあ、スパイ6とスパイ7につきましては、まあ、すでに、精緻なその検討を行っているところでございます。その上で、スパイ7の方がですね、さまざまな点において優れていると、こういう結論を出したところでございますので、その上でスパイ7を選定をしたということでございます。本田君。まあ、与党の先生を納得させてからですね、しっかり国民に説明してほしいと思います。7月8日、この部屋で、河野大臣は、私のこうやってどんどんイージス・アショアとか、イージス艦を増やす前に、今あるイージス艦にしっかり弾を積むべきだという議論に関して、誘導弾の数が重要なのは全くその通り、麻生財務大臣にもそうした議論をしている、来年度の概算要求をしっかりやってまいりたい、まあ、野党に対してよくここまでいい答弁してくれたなって私は感謝をしたんですが、7月8日、今回の概算要求、ミサイルの弾、増やす話はどうなってますか。岸防衛大臣。ミサイルの弾についてはですね、必要な数をしっかり計上しているということでございます。してるんですか。はい、しております。本田君。いくらですか。止めてもらっていいですか。即興止めていただけますか。岸防衛大臣。今お問い合わせの件でございますけれども、SM3 ブロック 2A ということであればですね、令和3年度の概算要求においてはですね、イージス・アショアの代替案の検討を踏まえつつ、SM3 ブロック 2A の取得時期等についてもさらなる検討が必要であること、米国の調達スケジュールとの整合性を含めて、より効果的な取得のあり方についてさらなる検討が必要であること、などの状況を踏まえつつですね、概算要求における精査の過程で、まあ、厳しい 財政事情も踏まえて SM3 ブロック2への取得にかかる経費を令和3年度概算要求に計上することは見送ったところでございます。ただ、まあ、過去においてですね、例えば29年には約147億円、30年は440億円、01年度約303億円、02年度が約301億円と、こういう形で、まあ、すでに計上しているということでございます。本田君。まあ、すでに一時差しを辞めることが分かった後に河野大臣はこういう答弁してるんですから、私のね、質問に対する答弁は全く裏切られたということを残念に思います。最後に1問。前回のこの安全保障委員会の篠原議員との質疑の中で、敵基地攻撃論の議論の中で、岸さんはこの70年代積み重ねてきた政府答弁をひっくり返すようなことをおっしゃったんですけど、まあ、撤回しといていただいた方が今後の議論のためにいいと思うので、提起をしたいと思います。いかなる場合に他に手段がないと、つまり敵基地攻撃っていうのは他に手段がない場合っていうのが70年間積み重ねた議論です。他に手段がない場合、私も合憲な場合があると思います。この他に手段がない場合ってすごく大事なのに、こういう70年代、どの大臣も言ってないことをおっしゃいました。例えば、米軍等の他国の支援の有無といった限られた要件のみを判断できるものではない。こんな70年間、岸大臣のおじい様が総理の時に答弁されたこととも全く違う。日米安保がある限り、こういうことは想定できないってずっとおっしゃってきたのに、何を突然言い出してるんですか、これ。私、こんな、もしこれ、こういう解釈に変えるんだったら、
敵基地攻撃論って違憲だってことになると私は思いますよ。議論できなくなるんですけど、どういうつもりでこれをおっしゃったら、間違って言ったんだったら撤回していただいた方がいいと思うんですけど。岸防衛大臣。従来から政府はですね、昭和31年の統一見解を踏まえて、この時は誘導弾等による攻撃が行われた場合に、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置を取ること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地を叩くことは法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であると解してきており、現在もこの統一見解を維持している。まあ、これは私の立場でも変わっておりません。その上でですね、私、ご指摘の件でございますが、この統一見解の下でいかなる場合に他に手段がないと認められるかを含めて、我が国としていかなる状況において講ずるいかなる措置が自衛の範囲に含まれるかということについては、実際に発生した武力攻撃の規模対応等に即して個別具体的に判断されるものであって、例えば米軍等の他国の支援の有無といった限られた要件じゃなくて予見と申し上げたんですけども、広く予見になった、はい、予見のみをもって、判断できるものではないということを述べたものであって、従来の関係、見解を変更するものではございません。本田君。従来の見解を変更してるんですよ。米軍の自責、黙らせてください、質問の邪魔なんで、ちょっとお願いします。従来はいいですか、米軍の支援の有無どころじゃないんですよ。過去の大臣、僕、今日時間があったら読み上げようと思いましたけど、日米安保がある限りって言ってる大臣もいるんですよ。これ変更するんですか。米軍の支援の有無じゃないんですよ。そして岸さんのおじい様は、どういう場合かって言ったら、日米安保はあるけど、アメリカの飛行機が一機もなくなった場合っていうのはおっしゃってますよ。しかしですよ、この米軍の支援の有無をといった限られた要件って、米軍の支援があっても、他に手段がない場合ってどんな場合なんですか。岸防衛大臣。過去ですね、米軍の活動がある場合、米軍の支援がある場合、というケースでの答弁、についてはですね、質疑のやり取りの中で、まあ、当時はまだ朝鮮の動乱からの問題だったんですけども、朝鮮で再び動乱が発生し、米軍が日本の基地から朝鮮に爆撃を行い、それに対して、朝鮮が日本の国内に報復爆撃を行ったという個別の事例について認識を述べたものと、こういうふうに考えておるところでございます。まあ、そういうことで、さまざまな予見があるわけですけども、その今回私が申し上げたような米軍の支援の有無がだけをもって判断することはできないと、こういうことで申し上げたところでございます。ですね、70年間積み重ねてきた答弁をある日突然こんなふうに変えるんだったら、もう今後の議論は僕は違憲論でやりますよ。少なくとも他に手段がない場合って話は乗って議論しようと思ったけれども、そんなふうに突然ある日突然、これちゃんと法制局とも相談してください、与党とも相談してくださいね。こういうふうな解釈を突然ね、70年間の積み上げで日米安保がある限りっていう答弁してた大臣がたくさんいるんですよ。それを海に関わらずって答弁をするなら、私はね、今後もこの敵基地攻撃論の議論なんか全くできないと、違憲だってこと、勝手に憲法の解釈を一大臣の積み重ねでやってきた答弁を変えてるとしか言いようがないので、私は今後議論できないと、そういうことを申し上げて質問を終わります。以上です。次に篠原豪君。